ごめんね、フア。彼らを呼び出すのに少し時間が必要だったから。とにかく私が全てを終わらせるまで、あなたは思う存分ここで自分の人生を楽しむがいい。体の能力も上がっているのでしょうか。まだ戦えますが、このままだと突破は難しいでしょう。時間に余裕はない。希望は薄いかもしれませんが、一応やってみましょう。意識の鍵、第二定格出力。成功したのでしょうか。ここはある怪物の思考の中。やはり古の楽園の特殊性による影響で、思考への介入しかできないはずの第二定格出力が移動手段として使えます。残念ながらこの程度の敵にしか侵入できないようですが、意識からの反撃でしょうか。予想通りです。ではこのまま敵の体内に潜伏することで突破できそうです。待って、あれは どういうことでしょうか。いえ、この体は私、そんなの、まさか。今私が支配するために使っていたのは、敵たちは皆私に支配されてる状態。しかし私は、いえ、何はともあれこれはこちらにとって有利な変化です。今は侵食の律者を追撃しましょう。こんなに早く追いつくとは。どういうことでしょう。彼女は仲間から攻撃されたのでしょうか。彼らは一体どうしたの。私はこんなにもあなたたちを愛し、教えてフア。もし愛するあなたはどうする。エリシアはどうして来た。たとえどんな目的があったとしても、彼女は最終的にあなたたちの敵になることを選んだ。そうでしょ。この力は私を ふわ聞こえてる。心配しないで、ちゃんとコントロールで。今なら私は次に目が覚めた時には
何もかもが終わってる。その時はまた私だけど他の私の仲間たちをこんな風にしたい。あなただったんだ。